出る杭は打たれるけど出続けてれば、まあ、その成功するっていうお話をされたと思うんですけど、うん、自分はまあ高校通信で卒業して今ここに来て、うん、最初はすごい行動力があったんですけど、うん、多分出る杭が細すぎて、うん、成功体験が続けば続くと思うんですけど今失敗しかしてなくてこの3ヶ月インターンに落ち学生団体に落ちてで、うん、どんどん出る杭が細くなり多分埋まっていっちゃってるのを自覚していて、うんうん、そういう時にどうしたらいいのかを、うん、今日もそれだけ聞きたくて思ってきました。で、その今言ってるのが要は失敗が続いてるから出る杭が細くなっちゃって自分はダメなんじゃないかってこと言ってるんですね。それがまず間違ってて、そういう失敗が続いてるっていうのはすごくいいことなんですよ。なんでかっていうと、インターンに落ちて学生団体に落ちた、それが今自分の中で失敗だと思ってるわけですよね。それって武器になると思いません？そうやって言えるんだから。じゃあ今後もしなんか自分がじゃあ会社をね仮に立ち上げて成功した時にインタビューされ受けるとするじゃないですか。その時に全然最初からうまくいってて余裕でしたっていうのと、そういうインターンとか学生団体に落ちてそういう辛い過去があったりとか失敗続きだったけどこの事業を成功させたいと思って出会って今成功しましたっていうのって全然重みが深みが違うと思うんですよね。だから失敗するってすごくいいことなんですよ。だから失敗をなんか積み重ねた方が後になんかギャップになって人はすごいと思うと思います。だから別に細くなってないんですよ、むしろ太くなってると思います、うん、ありがとうございます。全然いいことですよ、むしろ失敗するって美味しいんですよね、うん、だから僕も高校卒業しちゃったんですけど中学卒業で辞めればよかったと思ってますよ。その方がなんか、ね、中学卒業でどうしようもなかったけど今こんなお金持ちになりましたって言った方がすごくないですか。だから中途半端に高校卒業しちゃったからなんかちょっと中途半端だなと思って、うん、だから本当にいいことです、失敗することは。ありがとうございます。